はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断でですね、ラビリンスバトラー、アリアスというモンスターが、実装されまして、羊ですね、悪魔城の。この羊が何するかというと、こいつね、非常にそのコンボデッキにとってはね、革命を起こせるカードになってまして、自分が相手のメインフェーズに手札かフィールドのこのカードを墓地にぶん投げますと、手札からラビリンスを特殊召喚するか、または通常トラップカードをセットし、セットしたカードをそのターンでも発動できるようにするという。まあだから、ラビリンスでいうところの、そのクックロック的な、効果が付与できるんですよ。で、手札に、まあ通常トラップを引いている必要はあるんですけども、引いてるトラップであれば、これ、要は後攻0ターン目から、要は相手の先行を取られました。こっちが後攻ですっていう、0ターン目からトラップカードを発動できるという、結構革命のカードってまして、で、このカードを使って、まあ、どんなことができるかっていうと、まあ、ラビリンスデッキだったらね、結構、ダルマカルマをぶち込んだりとか、相手の、先行展開途中に。とか、あと、まあ、普通にそのビッグエルカム打ったりとかして、妨害構えたりとか、なんかそういう動きができたりはするんですけども、まあ、今回何をやっていくかと。高校ゼロターンレクスターム、これ狙っていきます。はい。これやりたかったんですよね、早く。このアリアスっていうモンスターが手札からぶん投げて通常トラップカードセットできるんですけど、通常トラップカードを今回ねいっぱい入れてまして、まあ、今回打ちたいカードは主に2種類、どっちか、ダイノロフィアドメインオア、ダイノロフィアフレンジ、これどっちかです。まあ、どっちかがあればこのレクスタームが出ますんで、相手のね展開途中からレクスタームを爆弾させて相手のそのモンスターの効果を完全にその封殺するというね、動きができるんですよ。これをね今日はちょっと狙っていきたい。で一応トラップトリックも入ってますんで、ダイノロフィアカードになるカードが9枚と、アリアスが初手に引ければいいので、一応22% ぐらいの確率で決まりますと。でまあそれができなくてもアリアスで打てる強い、通常トラップカードいっぱい入れてまして、まあハオールの魂とか、あとダルマカルマとか、こういうカードを一応入れて、相手の0ターン目からもうほんと妨害していくというデッキだったんですね。まあ、一応先行でもね、いきなりそのハオールの魂とか打って、魔法カードを相手のターンで牽制するような動きとか、あと、即座にその展開して攻撃しに行ける、高校ゼロターン目からアリアス引いたらアリアスから、ドメインとかフレンジ打って、まあ、融合いきなりできるんでね。だからトラップカードなんですけど、テンポをちょっと早めることができるカードなんですよね、これ。はい、なので、まあ、非常に、こういうデッキでは強力なカードになってるんじゃないかなというふうに思います。はい、早速ね決めていきましょう。高校ゼロターンレクスターム、ちなみに高校ゼロターンレクスタームめっちゃ弱点多くてこれはそもそもフレンジドメインがうららめっちゃ踏むんですよ。うららめっちゃ踏んでます。うららめっちゃきついのと、あとアリアスへの墓穴、これもねまあまあきついです。はい、弱点は多いということだけご理解ください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、G トールカゲーミング始まっちゃった。マジで増殖する G トールカゲーミングでしかない、これ。改ま。あー、G が打てない。改まか。なんだろう、シスターか残機かわからん。一体全体、これから何が起きるっていうんだ。先玉。まあ、ちょっとこの辺でね、G 打つとバグースカ飛んできてやばいんで、バグースカマジ天敵なんですよね、ダイノルフィアって。なんか横にされるし効果発動できないしみたいな感じで、しかも殴られるんだよね。なんか横にされて、これ守備力ゼロだからさ、ダイノルフィアって。バグースか一生ケアしなきゃいけないんですよ。ダイノルフィア。レベル4が2体並んだら、結構やばいっていう、もう。というのがありまして、ダランベルシアンちゃんは、効果発動はいいです。で、これでサーキュラー効果って言われて、で、シグマ効果って言われたところで、多分 G 投げればいいな。あ、じゃあここで G 投げればいいか。ここで G 投げれば OK。で、通らなくて、サレンダー。まあ、おお通っていく来た高校ゲーム参加していいらしい。ちょっと待って、あとはアリアスだ。アリアスを引け、アリアスを引くんだ。リュウジ強チャンネル、アリアスを引け。頼む、何してんだ相手。なんかなさそうなんだって、何も、はかなも。いたしゅっ来たぞ、見せてやるよ。てめえにな、今から。史上最強ムーブってやつをな、はからねえから、これ通るな。ラビリンスバトラーアリアス。まあ、うららはあっても多分打ってるから、多分うららもはかおらもこれないんですよ、多分相手手札に。つまりこれは通る。いけ、ダイノフィアフレンジーの効果。ダイノフィアフレンジーの効果によって、アリアスでセットしたトラップカードは、このターンに発動することができる。これが伝説の
ゼロターンレクスタームだ、行くぜ。ちょ、先代のルフィアドメインからの、ドメインじゃない、ケンドルギーナ、融合素材はちょ残ってた方がいいんで、テリジア一体と、ステルスメギアで、あらあらろ、ダイナルフィア、ケントレギナ、ケントレギナの効果も発動するぜ。ケントレギナの効果によってフレンジーをコピーし、あらあらろ、これが史上最強のダイナルフィア融合モンスター。ちなみにこれもうシグマの効果使ってんで、あれ出ません、バグースか出ません。さあダイナルフィアレクスタームの効果も発動して、てめえのモンスターは攻撃力が1000以上のモンスターは効果が発動できねえぜこれ辛いだろ、これ辛いと思うぜ。多分明治とかもできねえし、もうトランスカードとか全部死んでっからないで、これで。で、ちなみに超解除を打って出てくるラパーシアンの効果が発動以外で意味ないですね、超解除も実質。いいぞ、これめちゃくちゃ困ってんじゃねえか、スモールワールド。なに、やばい、怪獣をやめろ、待ってくれ、待てスモールワールド隠し持ってんじゃねえよてめえ、クソがよ、先スモールワールドから入れや、じゃあスモールワールドしてから占い持ってこいや、ふざけんなよ、結果論すぎるだろ、結果論強化イコールぞ。あ、サブトラだった、あれ怪獣いんのかな、あれ怪獣いなそうじゃね、あ、はい、それはいいです、怪獣いなそうじゃねえ、怪獣あったら撃ってると思うんだよな、これ。え、もしかしてこれ怪獣入ってない構築ってことある、そんなことないか、え、わからん、スモールワールドを入れるんだったら絶対怪獣は1枚入れるんですけど、いつも奇跡的に入ってない構築っていう可能性セット、いや、危ない危ない危ない、マジは、ま、入ってないんじゃね、いやいや、奇跡起きた、アリアスいいよ、アリアスはいい、アリアスは非常にいい、アリアスめっちゃ活躍してるじゃん、相手反動めちゃくちゃ展開札に乗ってて、多分誘発とかあんもねえな、ウララも、あの G も、あ、 G はあるかもしんねえか、ウララとかはもう一切多分ないと思うから、ウララ測らなくて、で、アルセット多分超解除じゃないですか、なんで、まあ、普通にこのハオーリの魂とケントレギナと、あのレックスタームで殴ればいいんじゃないかな、もう。あ、これやべえ、これあれでよかったな、バトルフェーズでよかったな、まあ、いっか。で、これで一応魔法カードもなんか使ったら変身するぞっていう脅しもかけれて、はい、で、バトルフェーズ入ります。で、ちょっと待って、レベル4、2体は並ぶとガチでやばいから、ちょっとレベル4のモンスター全員処理は本当に、これマジでバグースかだけ本当にやばいのよ、バグースかガチで、あの、終わるレベルで、世界終わるレベルでちょっと、きついんで、はい、まあ、でも今回はあれですけどね、ダルマカルマ&ハオリューあるから一応全部っぱコンボはできるけど、セット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 、これ強すぎだな、マジでこれされると多分ね、もうサイバースデッキって本当になんかまずすべないんじゃないかな、4癖あるしな俺だいぶいけるこれ多分、あとはバグースか警戒すればいいだけなんだけど、バグースか出てきても多分大丈夫っすね、なんかあのハオリューチェーンダルマカルマできるんで、はい、サーキュラーどうぞ、なんか別に、まあ、レベル42体並んだ時に初めてちょっとケアしないといけないかなっていう感じになるんで、バグースか出させるまであるけどね、もうこうなってきたら、はい、サーキュラーもどうぞ、まあ、ちょっとレクスタウンの効果一応起動しよっか、はい、一応250にして、これ多分なんかリングリボーが攻撃力なんか300だった気がするから、リングリボーさえも発動できなくさせて、はい、これで相手はまあ何を打っても多分あんまり効果ないみたいな話で、一応2体出しとく、フレンジ使って、万が一怪獣でしょられた時のために怪獣1体ではしょれない展開色はおい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 、カード全部通るな、おい、どうしたどうしたどうした、さあアルティメット自傷行為して125とかいうライフにして、さらにそれを125÷2っていくつだよ62.5、ライフポイントを今から 62.5 にします、 62.5 って何になるんだっけ、63だっけ、
死者誤入、死者、え、死者誤入すんだよな。あー、オッケーオッケー。切り上げ5切り上げね。で、63からのダイノルフィアレクスタームを爆誕させていく。これですね。はい。おい、3937っていう、なんかすごい伊達になったけど。ダイノルフィアケントロギナちゃんの攻撃力。かかっていいな。さあ、この盤面、相手どうするんでしょうかね。ダブルレックスターム、ダブルケントレギナ、覇王の魂三世。これ多分さすがに返せないと思うんですけどね。一生スモールワールド打つやん。あー、これあれか、覇王の魂打っちゃっていいね。覇王竜の魂打って、これ何持ってんだっけ。クリスタルクリアウィングいる？あ、いるね。クリスタルクリアウィング出しに行くか。クリスタルクリアウィング出しに行きましょう。一応、まあ、あと怖いの魔法カードとか、まあ、トラップカードだけなんで。相手が魔法カード発動すると覇王の魂ゲームが除外してザーク、吹っ飛ばすと、デッキから四天の竜を出してくれると。今回エクストラの枠が、ね、ちょっとなさすぎてクリスタルウィングとクリスタルクリアウィングしか入ってないんですけど、本来であればもうちょい四天の竜いっぱい出てくるっていう展開も可能となってます。あ、エフェクトベーラーね。はいはい、なるほど。ベーラーでこれ何持ってくるの。これ何持ってきたところで無理じゃない。もう諦めません。うらら、はい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 、オッケーです、了解しました。アディオンね、いいよ。レベル4みたい。これもうここで打つ説あるな。結構ここで打つ説あるわ。じゃ行くか。じゃ必殺コンボ見していい。これがね、これがやりたいっていうコンボあんだよね。ちょっと行くわ。覇王竜の魂の効果発動します。でそうするとライフポイント31ポイント払って、あまり激安の竜激安竜、覇王竜ザーク出す。で効果発動、これチェーンダルマカルマ、チェーンダルマカルマすることによって何が起きるかと言いますと、覇王竜ザークの効果って基本的に無効になってるんですけど、なんか裏側にすると効果有効なんですよね。これなんか別の、これちょっと最低のなんかなんだろう、不思議というか、これ裏になるじゃないですか。こうするとザークの無効になったはずの効果が有効になって全部っぱってはい。でサブトラ君は、表側いないと出てこれないし、なんなら打点が低いだけだし、はい、こうなりますね。神ゲーです。超綺麗に決まったな今回。あー、まあ割とだな。フレンジートーンの後は終了のお知らせの可能性あるけど、結構これレクスターが刺さるデッキじゃないときついんですよね。ダイノルフィアって一応ラビリンス混ぜるみたいな構築もあるんですけど、正直ラビリンス混ぜるダイノルフィアの構築で多分ラビリンス純正で組んだ方が強いんですよね、はい、ダイノルフィア積まないで普通にラビリンスで戦った方が多分強いと思うんで、まあ、今回はちょっとダイノルフィアを、まあ、順寄りっぽく組んでますね。パライゾスか、打たないといけないか。パライゾスはもうパライゾス、いやもう打たないといけないのかな。これちょっとわからない、一体全体どこに打てばいいのかこのデッキ。パライゾス、まあでも釣られてる感あるよな。なかなか、なるほど、オッケーです。墓穴オッケーです。ってことはこれ逆に言うと俺のフレンジーがうららで無効にならないってことだから、多分フレンジーは通るんですよね。まあゾウジーとかは投げられる可能性あるけどね。うん、2ビルあるんで一応耐えることはできそうだけどな。はい、フェンリルですね、了解しました。フェンリル出てきてから考えましょう。 OK です。でフェンリル出てきました。でここでフレンジー打つ。でもうこれガンマ打てない。4000ライフぶち込んで、ああまあ G はあるよな。 OK、 G はある。でフレンジー効果使いまして、これちょっと一発目からレクスタームいっちゃうとライフ足んないんで、まあさすがにケントレギナちょっと2枚ドローさせちゃうんですけど、まあしょうがないですよねこれはね。ステルスベギアとテレジア、もうステルスベギアとか融合祭だって墓地を送られたシーンしか見たことないけど、こうして OK で、ケントレギナちゃんの効果起動して2000ライフ支払ってフレンジーコピーして、でレクスターム爆弾させると、これで一応、フェンリルの、効果は実質無効になってるんで、除外もされないしですね。あとサーチも入んないですし、まあ、ただちょっと増字は痛いです、非常に。増殖する字という
カードは非常に痛い。あとソニックあるんで一応、魔法カード1回止めれます。魔法トラップカードでレクスターンで2000以上のモンスター効果発動できないんですけど、これあれだな、螺旋1800やな、だる。あ、え、あ、パライゾスで戦ってるわやべえ、神ゲー起きた。ちょっと待って、神ゲー起きたわ。なんかパライゾスで打点上がってるからラゼン2100になってて効果発動できねえお前それパライゾスアドソンじゃね。あ、ステイクイワソウルはちょっとやばいか。ステイクイワソウルは止めた方がいいな。これレベル4みたいになるとこれワンチャンバグースかとか言われるかもしれないし、これダメだね、これダメだわ、これダメだ。ステイクイワソウルダメ。よし、オッケー、止めた。で、破壊するカードはダイノルフィア・ケントレギナしかない。で、ダイノルフィア・ケントレギナが破壊された場合の効果を起動して自分の墓地からテリジアを特殊する。これ何セットするか問題か。いや、字読めえな、マジで。インタクトなのか、まあドメインなのかだよな。いや、でも戦闘でモンスター消していきたいよな。ドメインにするわ。ちょっとモンスター消さないとマジでね、やばいことドッキリですよ、あのデッキ。まあ、モンスターを消していかないとワンチャンそのバグースカとかがあの余ったモンスターで作られて守備にされて殴られてバアーゼウスとかされてみたいなパターンがあるから、うん、そういうのが一番やばいですね。で、ロックオブバンキッシャーの効果、ロックオブバンキッシャーはちなみに打点が200なんで使えますね、効果やるじゃねえか、なかなか。まあでもこれラゼン回収してもラゼンの効果はもう使えないから多分なんとかなると思うんだけどな。バトルオッケー。テリジアがね破壊されて、でテリジア効果起動します。これ何これ、この剣、あ、テリジア効果発動しねえか。え、ドロー、無限砲よ。なるほど。まあドメイン打って殴りに行くしかないよな。そうっすね、ちょっとモンスターが残ってるとガチでやばいんで、ドメインぶち込みます。で、250ライフを支払って、増殖する G が打たれていく。いやー、重いなー、増 G 重いけど、増字重いけど、これも125にしてしまえば、もう相手のロックオブバンキッシャーのこれ効果も多分発動できないからこれでモンスターを展開されることを防げば多分いけるやろ。で、レックスターム一発目で出していくしかねえ。あ、ちょっと待って、そうなんのか、そうなるんだったらこっちしかねえか、そうなるんならこっちしかねえ。いや、デッキしかねえか。いや、手札の方がいいか。手札とデッキで、これでケントリーなしで、さあ3875、よし、3875いや、ちょっとデッキの中あと1体残ってればもう1体出したな。これちょっとね、あれっすね、もう1体出すには素材が足りないですね。フレンジとかドメインとかって、これ融合素材が残ってないとデッキの中に融合できないんですけど、これな、なんかダイノルフィアマジでエクストラデッキだけから融合させてほしいな。メインデッキでもダイノルフィアいないんですよね1体しか。ちょっとね、もう1体出すのが非常に厳しいです。もう1体多分出したら今勝ってたけどね。うーわ、手札多いな相手。いや、これ手札多いと可能性めちゃくちゃ作られるんだよね。それが一番やばい。ただモンスター効果は使えないから、あのデッキだ。それはめちゃくちゃ強いけどね。はい、で6万以上はいか、いいよ。まあそれは全部通すわ。わらしい、スノーデビル、あ、やべ、スノーデビルやばいか。ステークラソウル、ヘビーボーガー、クリカラ、いや、クリカラやばい、なんか全部やばいぞ。クリカラある。でもこのターン効果使ってもね、このターンは効果使ってない。スノーデビルもやばいし、クリカラもまあまあやばいな。クリカラ、あ、まあスノーデビルじゃねえや、ダストデビル、デビルか。ダストデビルは、バンキッシュソウルモンスター1体を、なんか守備表示にして、こっちのモンスター裏守備にするみたいな効果なんですけど、裏守備にされまし
レクスターブラシミにされたらもう一回出しますか。ダストビデビル効果 OK、 ダストビデビル効果でまあ多分これは対象に取ってくのレクスタームだからレクスターブラにされんじゃん。でここでダイノルフィアケントレギュラーの効果起動してケントレギュラー効果でよし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 、てか相手打数位置間違えてる気がするけど、まだ無限砲やるか関係ないか。でこれ素材になって裏側になったレクスタームをもう一回融合素材にしてこれこうしてオッケーオッケーダストデビルケア来た、ライフは残り63だ、いけるぞ、あと1375、俺は63、なんだこのデュエル、頑張れレクスターム、セット超えマジでほんまにやばい、これちょっとやばいかもしれない、これ待って、あのそのセット何、そのセットが何かによるんだよな、そのセットが何かによる、マジでちょっと待って、これ俺やばいこと気づいたかもしれない、これいやこれやばい、待って、えこれ待って、俺効果ダメージ無効にするカードを墓地で落ちてたりしないするよね多分、さすがに、ちょっと待って、うわうわえ俺これ負けんのマジ